こんばんは、長野市議会議員の小泉一馬、オレンジのおっちゃん。今日はこの辺がオレンジですということで、これでも長野市議会議員ですけれども、皆様に今日も長野市議会と長野市の情報をシェアしてまいりたい、小泉一馬の小いちゃんですが、今日ね、また小泉さんはライブ配信でミスってしまいまして、朝のね新聞拾い読みやってたら、これでも長野市議会議員、よし今日は音声が来ている、今日も音声がまだ取れてねえじゃねえかっていうことで、皆様からね突っ込まれまして、突っ込みに気がついて今日は途中でやめて取り直しました。そういうことがなんでなんかね、だから皆さんがね本当に言ってくれるから分かる。最初にこうね音声チェックやらないとき、忘れちゃうときがあって、ごめんなさいね、そういうときに限って撮れてないんだよというわけで今日はどうなんでしょう、ハラハラドキドキの小いちゃん小泉一馬トークチャンネルです。今日は珍しく小泉さんは国政のネタからやっていこうと思います。ちょっと小泉さんがでかすぎじゃんのこれね、小泉さん小さくしますね、小さくなあれ、はい。これ小泉さんの、ツイッターですけれども、やっぱりあったパーティー券で裏金ということで、各派閥は裏金はないってね言ってましたよね。この政治資金規正法でちょっと問題になっていて、なんか派閥が政治資金パーティーやって、でなんか決まりよりもたくさん収入得ちゃって、なんかそれが書かれてねえんじゃねえか、それ裏金になってんじゃねえかみたいな話があったじゃないですか。で裏金になんかなってないんだよみたいなお話あったんですけども、やっぱりあったじゃんねって、そういうなんつうの、絵に描いたような、おめえさん言ってることと違うじゃねえかみたいな話になってきちゃいましたね。でえらいことですね、この安倍派、よりにもよって安倍派ですよ、裏金1億円超。このだから本当に安倍派って良くも悪くも目立つよね。今回は悪目立ちしちゃってますけども、朝日新聞有田さん、有田法政さんのツイッターによれば、安倍派裏がね1億円超かということで、パーケンってパーティー券ですね、不記載立憲氏やノルマ長文が議員に還流しているということで、まああれですよね、本当になんでそんなに金がいるのって欲しいのって俺はまず思うよね。で党でね資金集めるっていうのは分かるんですよ、党で何その広報活動とか、まあ、コマーシャルとか打ったりするとすげえ金かかるじゃないですか。だからそれは分からなくもないけど、まあ、政党交付金っていうのをまた膨大にいってるわけだから、その中で何とでもなんじゃないかとも思うけど、まあまあそれは置くとしても、党が自分で資金が欲しいんだっていうのは分からなくなる。だけど会派、派閥ですね、派閥で金がいるとか、あるいは個人で金がいるとかで、集めすぎちゃうぐらい集めて、でキックバックしてとか、それ何のためなのって俺なんか素朴に思うんですよ。すいません、私も一応政治家の端くれ、政治家のピラミッドのこの辺ね、最底辺なんですけども、最底辺だからね、その辺分かってない小泉さん、小井ちゃんは、ごめんねまあ12年4期やっても素人並みの理解力しかない政治に対しての小泉さんですけども、本当に何使ってるのかね、その政治資金規正法の収支報告見ればある程度わかるんだろうけども、そういうところも誰か報道してほしいですよね。なんか、政治は金がかかるものだとかさ言われるじゃないですか、何にかかってんのって思う。選挙には金がかかるよ、小泉さんも4年に1回使わなきゃいけないですよね、まあ、200万300万とかもっと使ってる人もいるんだと思うけども、そういう単位でお金は使わなければ選挙運動できない人だから、小泉さんはね。いや、もっと安くできてる人もいると思いますよ。だって山崎昭夫さんなんかもう、あの人なんか選挙運動やんなくても通っちゃうんじゃねえのって感じしますよね。グレートムチャとかね、そういう人は安く済んじゃうんだろうと思います。
小泉さんなんかね、はあ、小泉なんか知らんけども、ああ、そういえばオレンジでたまに街頭やってる人ありそうなのみたいな感じじゃないですか。まだね、そういうことってあるんですよ、広報活動にお金かけなきゃいけないとか、苦しいところです、小泉さんもお金かけなきゃいけないところ。だけど、パーティー券売ったってね、小泉のパーティーやるから来てくださいなんて言ったって、2万円払ってでも行くっていう人がどんだけいるかって話ですよ。だから自民党の議員だと、パーティー券払って参加して何がいいのか悪いのか、どうなんですかね、その辺の話も、誰か知ってたら教えてください。小泉さんの同級生に青木俊明さんっていうのがいるんですけど、この人議員なんですよね。議員なんですよ。ちょっとカメラにしよう。議員なんですよ。高校生の時、長野高校に通ってたんですけども、青木俊明さんっていう人が同級生でいました。でね、なんかこの人がね、小泉さんに突っかかってくるようになっちゃって、ね、小泉と追いかけ回してきたことありましたよね。一度はね、あれ何だったかな。おめえなんでそんなこと、あ、こんばんは、正幸さん。おめえなんでそんなことをツイッターで書くんだとか言うんだとか、そんな話なのかな。もうよく覚えてないけども、なんか、つきまとうんですよ。それで、ついてくるから、じゃあ分かりました、議長にじゃあ話聞いてもらいましょうっつって、いいっすかっつったら、いいよっつうか、議長室行って、すいません、つきまとわれて困ってますからっつって、なんとかしてくださいっつって、そう言って、小泉さん、議長室出て、そしたら呆然とした青木さんはそこに残ってましたけどね。いや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 、そうやって巻きました。で何なんだろう、なんかね、それで、あれですよ、鎌倉光さんって言ったじゃないですか、元市議で県議、また2度目の挑戦して、2度失敗した人、ね、今いるじゃないですか。で、鎌倉光さんも、なんかあの人もあれだよね、まあ、逆切れですよね。過去の経緯っていうのは、まあ、ネットで検索すれば出てくると思うんで、検索してみてください。私は、まあ、その話題をね、何度も仕返すつもりはないん で、それに対してあの人も逆切れなんだ、だから逆切れされやすいタイプ、小泉さんって。まあ敵を作りやすいタイプなのかもしれない、そこは反省しなきゃいかんよね。で、鎌倉光さんの質問で、なんだっけ、キャンプ場だね、その飯綱キャンプ場で、ゴミを捨てるところがないとか言って、ゴミを捨てられるようにしてくださいみたいな質問してるんですよ。はぁ、とか思って、いやそんなて、それね、小泉的にはあまり水準の高い質問じゃないんですよね。っていうのはキャンプやる人ならわかるでしょ、キャンプ場って最近ゴミ捨て場がないところってそんな珍しくないはずなんですよ。っていうのはまあ環境をね保つってこともあるし、なんか動植物じゃ動物がパクパク食べに来ちゃうっていうのもよろしくない話じゃないですか。で、ゴミは持ち帰りね、みたいな話になっているキャンプ場、そんなに珍しくないんです。で、そういう話って、まあ、質問の事前に、ヒアリングって普通はやるんですよ。いや、普通はっていうか、やるのが、まあ、なんていうの、もっとね、奥深い質問なのか、やるんですよ、事前の取材って。なんだってそうじゃないですか。で、事前の取材で、飯綱キャンプ場に電話一本して、これ、ゴミ箱を置いてください、どうなんですかね、そういったら。って言ったら、いや、実は議員、こういう理由なんですよって教えてくれるんだと思うんだけども、まあ、それはやってないから、そういう質問になっちゃって。で、議員に質問されたからっていうんで、まあ、なんだっけ、商工観光部か、商工観光部長も、真面目に、なんかね、改善策ね、言ってましたよ。なんか、でそれ見て、ちょっとそれはかわいそうじゃねえって議員の低い見識に合わせて低い施策をしなきゃいけない部長のことがちょっとねかわいそうだったから、いやちょっと鎌倉光議員をもうちょっと勉強した方がいいよねみたいなことをツイート書いたんですよ。でそしたらなんか青木俊明議員が鎌倉光議員にそれチクって、で、なんか鎌倉さんが
私のところにつかつかつかって近寄ってきて、怖い怖い怖い顔してると思ったら、なんか小泉さん私のことひどいこと書いてるらしいですねとか言って、もうやめてください気持ち悪いとか言って、はぁ気持ち悪いのどっちとか思ったんですけど、それでつか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 、なんか青木さんに聞きましたとか言って言いよって言ってから、いや青木さんさ、それ大きなお世話だと思うんだよとか俺もう解いたわけですよ。いやだって一生懸命質問してんのにとか言うんだけど、青木さんは青木さんって何なんだろうってな、青木さんってもしかして鎌倉さんに何か持ってんのとか、いやいやそれはね主観だから分かんないけど、なんかよく分かんないよね他の会派の人にそこまで世話焼いて告げ口するっていうの普通はやらんよね。だからまあそんなのはどうでもいいんだけど、でなんかね、あその辺のこと書いたのかな、うん、あそうだそう思い出してきた、なんか鎌倉さんにそう言われたけど青木さんはどういう関係なんですか2人は、みたいなこと書いたかもしんないでそれに対して青木さんが怒ってきたみたいな感じでしたけども、でも実際そういうことあったんだからね。だって公職の人が小泉さんの議会の発言を批判したらそれに対して言ってきたんだから、公にしちゃったって別にいい話じゃないですか。でそうすると怒るんですよ。よくわかんないよね、うん、なんかねよくわからん人ですよあの人も。まあ、決算委員会っていうのがあって、去年の令和4年度のね決算内容を正しい決算です、適切な決算ですっていうふうに認定するっていう、そういう委員会があるんですね。でそこだから決算の去年の話をしなきゃいけないんだけど、今の話をする人っているんですよ。でそういうのはちょっとやめようと、今日は決算委員会なんだから、その今年のこととかね今後のこととかね、いきなりそこに切り込んでいくっていうのはそういう趣旨の委員会じゃないんだよっていうことを言ってくれた人がいたんですよ、うん、で俺もそうだよねって言ったそばからその決算案のこの紐を使っている今年の予算はみたいな、今年の事業はみたいなことで聞くんですよ。いやそれはだからそういうことをしないでおこうねって言ったばっかりなのに、その次にまさに言う人がいて、でそれが副委員長だったりするんですよね。うん、まあ、決算委員会なんだから決算内容の審査しようぜみたいなことを言ってくれた人が念頭に置いてたのも多分副委員長なんですよ多分ね。俺そうだよねって確認したわけじゃないよ。うん、でまあその人とはね別に誰のことなのとは言わないけど、それはあうんの呼吸でなんとなく分かる、分かってないのは本人だけという非常に困った現象が出現しておりまして、でね小泉さんがね、これどれだっけかな、あれこれじゃない、ああ言ったんだよね、どれだっけ、あなかったかな、あなかった、言ったんですよ。言ったっていうのは今度は経済文教委員会の分科会じゃなくて決算特別委員会でやったんですよね。分かんないよね言ってることね。この辺に決算特別、あれ見えない、この辺に決算特別委員会って書いてあって令和5年ってなってるじゃないですか。でちょっとね字細かいんだけども、全体会っていうのがまずあるんですよ。全体会これだから決算特別委員会の本体というか本会というかね、本社というかね、まあ言ったこと全部同じじゃない。でその下に福祉環境分科会っていうのがあって、経済文教委員会っていうの、分科会っていうのがあって、ん？経済文教委員会が言って書いてある、これ経済文教分科会の間違いだね。で、総務分科会っていうのがあって、建設業分科会っていうのがあるんです。
で、小泉さんはこの経済文教文化会なんですよ。で、このこれがその資料だったりする。この間も見せたよね、これだけで。細かいからね、あんまり見せてもあれなんですけども、まあ、あの、日目ごとの決算状況が載ってるわけですよ。観光目節って言ってね。ほんで、これはなんだ、博物館費ですか。小さいね、なんか字がね。博物館費があって、まあ、その下に報酬、給料、職員手当、うんぬんっていうのがあるんですよね。で、こっちの方を見ますと、もっと具体的にどんな事業をやりましたかって書いてあって、まあ、職員人件費、職員人件費があって、博物館維持管理とか博物館施設整備とかあって、その中にさらに細かい内訳が書いてあるみたいな構成になっています。でね、この年の令和5年度の例えば、プラネタリウムコンテンツ等使用料及び賃借料についてお伺いするっていうんなら分かるんですよ。それが正しいんですよ。で、例えばですよ。例えばだけど、このプラネタリウムコンテンツ等使用料のプラネタリウムについては、こんな風にしてくださいみたいな。こんな要望いただいてます、こんな風にしてくださいみたいなことを一応人がいるんですよ。それだから決算に触れてないじゃないですか。ただ単に去年やっている事業を今年もやってるから今年はこんな風にしてくださいだけの話なんですよ。だそれって決算審査じゃないんですよね。そのことが分かってない人ってでもね、いるんですよ。決算認定って何なのっていうのは分かってない人がいるんだよね、議員の中にもね。だってそういう説明ってないから。ないからね。だから決算認定ってどうやればいいのっていう話が分かってない人っているんですよ。決算っていうのは、これでこの年のお金出したのは、これで固める、フィックス、固定するっていうことなんだけど、それは分かってないんですよ。ただ、この事業について改善点とか言っちゃえばいいんだよねって、改善点とか要望ですよ、つまりね、要望言えばいいよねって思ってる人いるんですよ。だからそれは違うって、それはまたよそでやってください。一般質問でやるようなことなんですよ、それってね。あるいは各委員会の所管事項調査の中でやればいいんですよ。だから決算委員会とか決算の話をしろって言ってんのに分かんないのが副委員長だったりするから、そりゃ困ったねってことなんですよ。で、せっかくそれ言ってくれた人がいたのに、それでも分かんないんですよ。かっつうことで、で、小泉さんはね、それ言ったんですよね。全体会の中で、決算委員会の全体会の中で言ったんですよ。あ、そうそう。言ったら、なんか青木、まあね、副委員長って青木俊明さんで、この人は私の元同級生なんだけど、この人が、その発言取り消せみたいなことを言ってきましてね、その決算委員会で。で、小泉さんの発言っていうのはここに書いてあるように、で、決算委員会の決算審査という目的をわきまえず、要望主体の発言が見られるから、自分が属する分科会の副委員長もでも同様であったんで、議会として改善が必要なんじゃないですかって言ってるんですよ。で、この時、小泉さんは別に青木さんがそうだったとは言ってないんですよ。そういう発言が見られたと。で、自分の分科会では副委員長もそんなことを言ってたと。それだから、委員長会議とかあるんですよね。その各委員会、常任委員会の委員長が集まって会議するとかいうのあるんですよ。だからそういう場でちゃんと申し合わせをするなりして、決算審査をするというね、そういう委員会にしていかなきゃいけないよね、そういう分科会の運営にしていかなきゃいけないよねっていうことを申し上げたんだけど、なんか知らねえけど、この副委員長っていうところに敏感に反応したのが、
この青木俊明さんで、まあ、このね、なんか、ね、ごめんね、悪そうな顔してる写真選んだわけじゃないんだけど、この写真が出てきたから、これ使っちゃいました、青木くん。で、その分科会の副委員長って言えば、俺のことじゃねえかと。で、発言を取り消せと。おい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 。で、困ったなと。だから、つまり、決算認定にとしてのね、ふさわしい発言でない発言があったんって言うんなら、そんなこと俺言ってないんだから取り消せと言うんですよ。はあって乱暴な話ですよね。だから、青木俊明君から、それどういう発言なんだって、その決算委員会の場で聞かれたから、分かりました、じゃあそれは議事録で確認しましょうと、議事録提出してもらいましょうって言ったら、いやいや、議事録で見なきゃ分かんねえなら、そもそもおかしな話だみたいなのが、この人の発想なんだけど、なんでそういう発想なのかよく分かんない。今までもね、こういう場面ってあるんですよ。まあ、小泉さんに限らずあるわけですよ。なんか、ちょっと問題のある発言があったよね。じゃあそれを確認しましょうって時は議事録をね、そこのとこだけ特別に書き起こしていただいて、客観性を担保するために議会事務局にお手数になるんだけども、でそれを見ながら、あ、こういう発言あったね、確かにこれは問題だねってことを確認するのが今までに、もう行われてきた手順なんですよ。それをだからやればいいじゃんと俺言ってんのに、いやいやいや、そんなことをやんなきゃいけないようなら小泉は発言取り消せと。何言ってんのかよく分かんないよね。分かんないんですよ。だって、それ、発言取り消す、だから何を言ったのか明確にしようって言われたって、だって、そんなの別に全部メモなんか取り切れるわけないじゃないですか。だし、録音とかね、しちゃいけないことになってるから、で、うろ覚えでそんなこと言ったって、そんなこと言ってねえよって、ああ、そうかもしれませんね、みたいな。いやいや言ったよとか言った言わないの世界になっちゃうから、だから建設的な議論にするために、客観的な議論にするために、その記録をね出してもらいましょうっていうの、別に議会なら当たり前の話なんだけど、いやそういうってことはお前ちゃんとした根拠に基づいていないで言ってんだから取り消せ、よくわかんないで、まあ逆ギレしないねと。まあ多分ね、なんか過去になんか面白いことがあったんでしょう。小泉のね、面白くないことがあったんでしょう。小泉のそういった、なんつうの、ネット上含めての発言で、うん、その鎌倉氷川さんのことを含めての発言でね。うん、まあ、それは、小泉としては不本意であり、残念ではあるけれども、だけどさ、議員やってれば、こんな発言がありました。ってね、議会内外で公職としてのね発言だから、公職としての発言ですよ。だって小泉の質問にそんな質問しちゃダメだろみたいなこと言ってくるんだから、うん、だからそれに対して小泉がいやいやこんなこと言われたけどみたいなことをネットで書いたって、別にそれは身から出たサビというかそれが嫌だったらそんな発言しなきゃいいんだけど、だけどほら議員ってやっぱり発言してなんぼだから、発言すること自体はよろしくないとは小泉は言いませんよ。発言はどんどんしてもらって結構です。で、発言した以上はそれに対して批判されるってことは当然あり得るんだってことを確保して議員という仕事をねしなきゃいけないんだけど、どうもねそこのところが分かってない議員っていうの多すぎますよね。これ青木さんのことだけを言ってるわけじゃないんですよ。野々村ひどみとかね、共産党の団長だってえばってるけど、あの人もそうですよね。だから、その議会の議場での批判を、なんか個人への批判と切り離して考えられないんだよね。で、大概の人はそれできるんですよ。議員ともなれば。できない人がいるから困っちゃうよねっていうことなんです。んでね、まあ、あれだね。で、小泉としては、議会運営の問題を改めようと建設的なことを言ってんのに、
そんなこと取り消せと。あの、会議録確認しましょうって言ったら、取り消せと。よくわからん。で、そんな副委員長のもとでは怖くて怖くて、あの、委員を務めていく自信がありませんと。パワハラですということで言わせていただきました。そしたらね、またなんか青木君からなんかコメントがありまして、これね、決算特別委員会でのやり取りを切り取り編集してパワハラだという小泉一真だから、そういうことができないように記録を出してもらいましょうって言ってるんじゃないですか。分かんないよね。よく分からない。で、私の発言とどの部分が具体的に運営や進行さんの的になったのか、だからそれは議事録で確認しなきゃダメでしょって。で、説明できない。説明できないんじゃなくて、そんな説明したって水かけ論になっちゃう恐れがあるからやんないだけ。で、みんな思ってるんですよ。と思うよ。じゃなきゃ、なんで、委員の中からね、ちょっと決算審査なんだから、決算審査としてのね、発言にしましょうよっていう、そういう言葉出てくるの？誰かそういう発言してた？他に。俺はだってこれ決算審査なんだからって、今年のことに触れなくてもいいですって、わざわざそういうふうに答弁に対して説明したりしてたじゃないですか。俺じゃないよね。で、他の人もまあ概ね決算審査に沿った発言だったと思うよ。そうじゃない、青木さん。誰のことを言ってたと思ってんの？他の人のことを言ってたと思ってんの？あなたのことなんですよ。と、俺は思う。俺の主観ですけど。で、記事録の提出って、だから記事録の提出はだからそういうことだよね。逃げるんじゃないんだよ。逃げてないでしょ。だからあなたが、説明してください。ああ、わかりました。じゃあ議事録でね、確認しましょうって言ってるわけですよ。で、議事録確認したいと何かまずいことでもあんの？ないでしょ。そう、こういう人が副委員長をやってるっていうのは、やっちゃいけないと俺は言いませんよ。だけど副委員長やるんだったらちゃんと勉強して、今までだって委員会で何見てきたんだろうなって率直に思うよね。だって新人じゃないんですよ。いや、2期目でしょこの人多分、確かじゃないかと思う。でね、この人言ってるんだけど、撤回をって言ってるんですよ。撤回をって言ってるんですよ、撤回をって。で、小泉は、記憶では、青木俊明君は、その決算委員会でね、撤回って言葉じゃなくて、取り消しっていう言葉を使ってたはずなんですよ。だけど、俺だって、万全の記憶力の持ち主じゃないから、それ分かんないよ。分かんないけど、記録を確認するわけじゃないですか。で、大泉発言の撤回ではなくて、取り消しなんですよ。で、議会の上ではね、撤回と取り消しって全然違うんですよ。全然違うんです。で、どう違うかっていうと、撤回っていうのは、撤回しろよって言われたとして、撤回しますで終わり。それだけのこと、それだけのことなんです。で、取り消しっていうのはきちんとした議会上の手続きになってくるんですよね。地方自治法上にも定めがあるんですよ。で、取り消しっていうのはだから撤回よりも非常に重いんですよ。だから取り消しって言われると、だからね、その時、寺澤さゆりさんが委員長をやってたんですけども、そういう言葉が出た時に、うんって、青木俊明議員の方を、ね、見たんですよ。みたいな感じで。ちょっとみたいな感じで見たんだけど、まあ、そりゃ彼の目に入ってないのかもしれないな。でね、取り消しっていうのは議会上の手続きとしてあるんで、議長なり委員長なりは、もう、職権であんた取り消しなさいとか取り消しませんかとか言えるんですよ。そういうことはやんなかったです。で、さらに、本当にね、取り消しが必要だと思えば、青木さんは、じゃあ、青木委員は、今の言葉は道義として提出されるんですか、
確認して同意ですと、では採決しましょうねみたいな話になってて、そういう議会の運営委員会の方に多分かけていく話になってくると思うよ。だから非常に重く複雑でめんどくさい話になってくんだけど、だからその辺は、まあ、そこまでやんなくてもいいだろうなって寺澤委員長もご判断なさったんだと思います。だからその後どうなったかっていうと、まあ、暫時休憩ってことにして、寺澤委員長と鈴木副委員長、鈴木陽一副委員長ね、が待機しているところに一人ずつ呼び込まれて、先に青木さんだったみたいですけどね、青木くんが行って、で、次に小泉くんが呼ばれて、どうしたいのみたいな、どうしたいのじゃないけど、取り消しますかって言われたから、いやいや、取り消すわけないじゃん、何言ってんですか、いやいや、すいません、一応確認しただけですってことだから。取り消さねえなって向こうも思ってるし、絶対これは取り消させなきゃいけない発言だとも思ってないんですよと俺は思う。で、まあ、向こうもね、その本当に本ちゃんの取り消しの手続きをやりたくないっていうのはもう分かるんですよ、俺もね。なんか困ったなみたいな顔してるんですよ、俺から見れば。で、小泉さん、どうでしょう、この委員会はね、ひとまず閉じて、で、その後で、議会の記録を起こしたものを検証する場面をね、作ります。それは、委員長、副委員長と小泉と青木君でやりましょう。で、その結果は、決算委員会をもう一度開くんじゃなくて、まあ、文書でね、委員の皆様にお配りするということで、どうですか？結構ですって。結構です。いいです、私そんなにこだわってるわけじゃないですかって言ったら、なんかね、くすっと、ね、笑ってましたからね。だけどね、俺がびっくりしたのは、副委員長と、決算の副委員長鈴木さんと、決算の委員長寺澤さんが、まあ、座ってて、まあね、部屋はね、そこね、談話室っていう部屋でしたよね。でそこに呼び込まれて俺が入っていったら、まあ、2人座っててその院長副院長がで、その後ろに 5,6 人議会事務局の職員が立ってんですよ。なんかえれえ大型だなと思ったのもあるし、で立たせとくっていうのもどういうことなのと思って、いや座らせて差し上げないんですかって俺思わず聞いちゃったんだけど、短い時間ですからいいですみたいなことで、はぁ、っつって、俺も座ったけどさ、だけど議員は座って、それを5、6人の職員立たせて聞かせとくっていうのも、なんかすげえ偉そうだよね。いやー、まあ、確かに談話室って狭いから、そんなにね、椅子の数もなかったんだと思う。なかったんだったら、応接室っていうところがあるから、そこでやればいいんだと、それだけの話だと思うんだけども、まあ、なんかね、立たせて聞いとき、あなたたちそこで聞いときなさいっていうのも、何なんだろうなと思ったし、まあ、何だったんですかね、あれはね、なんでそんなに人数が必要だったんですかね。だって録音しときゃいい話じゃんね、そんなのね。だから、なんか、とっても偉そうでした。ごめんね。さあさあとか鈴木さんとかのこと、それは俺が思っただけの話だから、ね、あんまり怒らないでね、プンプンとかね、怒る人たちじゃないと思ってるから言ってるわけですけど、というわけで、まあね、なんかつまんねえことで喧嘩になっちゃってるわけなんですよ。だけどこれってさ、やっぱりね、小泉さんとしては問題があると考えていまして、副委員長がその議会の進行について、こういうふうにしたらいいんじゃないですかって言ったら、それ取り消せって言われるという図式ですよね。で、それって非常にまずい話じゃないですか。で、何言ってんのと俺が思うのは、他の委員がね、言うならまだわかる。だから副委員長は委員長がその委員会運営について
改善しようぜって言ったら、なんかいきりだってそれ取り消せみたいな。それってパワハラだよねってことなんですよ。うん、だって、あの根拠も分かってないんですよ。だって議事録確認してないわけだから、小泉の発言が本当にまずかったのかどうなのかって分かんないわけですよ。青木さんは、その決算特別委員会での発言、会議録を起こしてくださいって言ってないと思いますよ。で、そういう手続きを踏まないで、いきなり発言、取り消しなさいって。さっき言ったように、取り消しってのは非常に重い措置です。それを軽々しく言っちゃう副委員長。自分の優越的な地位を利用して圧力かけてきてるわけじゃないですか。いや、それは問題ない。これハラスメントだよなと。本当に小泉さんってほら気が小さい人だから、もう本当に委員会であんなこと言っちゃいけない、こんなこと言っちゃいけないのかなと、ビク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 萎縮しながら委員会に臨むようになっちゃうと思うんですよね。だから本当に困ったなって。これハラスメントだからどうしようかなって、人権擁護委員会に相談すればいいのかなとか思いますけれどもまあ青木さんがね謝るなら今のうちだと小泉さんは思ってますけどね。というわけで、まあ、この話題はこのぐらいにしておきましょう。あれあれよ、それでこれですよね。これじゃない、これじゃない。あ、これか。あれ？パーティー券収入の話ってさっきやったっけ？やったんだっけ？やったよね。あ、そうそう。やったから、じゃあ続きね。はい、続きです。今日はちょっと構成がうまくいってないですね。この話ね。いやー、すいませんね。本当に、日本一構成が下手な YouTube と言われています。で、安倍派裏金疑惑、不記載、虚偽記入、総額が5年間で数億円。なんかね、今朝の新米だと1億円ぐらいの話だったんだけども、数億円まで半日経ったら、なんか増えてきちゃってます。あ、半日でもないんだ、これ。今日の8時19分だから、読売新聞によれば、これ読売新聞オンラインね。読売新聞によれば数億円っていう見解なんだ。数億円に上る可能性があると。あ、そっかそっか。会の収入と支出の双方に記載がないだから、収入で1億円不記載。で、キックバックで1億円仮に出したとしたら、議員の方に。合わせて2億円、だから数億円っていうふうに言えるかもしれんね。ああ、そうかそうか、そういうことなのかもな。これですよね。構図。5年間で計数億円あったと。で、ノルマ超過分は収支に記載しなかったと。だからこれ、ノルマっていうのは、全体のノルマなのか、ノルマの合計なのか、個人ごとのノルマなのか、よくわからないけれども、まあ、仮にノルマの合計額だとすると、つまり、政治資金パーティーでこれ以上は集めちゃダメっていう一定額が決まってるから、その額のことを言ってるんだと思うんですよね。だからその内輪の分は収入として会派じゃない、派閥の政治資金団体の政治資金収支報告書に書いてあるっていうことだと思うんですよ。で、超えちゃった分はしょうがねえから記載しないでキックバックしてしまえと。で、キックバックした方も収入に記載しなかったと。ってことは、じゃあこれ、誰のポッケに入ってるのっていうことですよね。というふうに私は読み解きました。これは私の読み解きなんで、そうじゃねえよっていう
のがあったら、すいません、間違ってるじゃないか、小泉ってなったら教えてください。すいません、私も政治資金団体なんか持ってないんで、パーティーなんかやったことないんで、わかんないです。ごめんなさい。これは朝日新聞デジタルの方ですね。まあ、えらいことになってますね。なんかね、今朝の新聞見ても、これリクルート事件以来の規模になっちゃうんじゃないのみたいな、騒ぎになっちゃうんじゃないのみたいなこと書かれてましたよね。リクルートの時って総理大臣誰だったんでしたっけ？なんか随分昔の話ですよね。で、迷惑だと。宇田金疑惑の説明避け続ける安倍派幹部、自民全体に疑念の目。まあ、自民全体に疑念の目は、もうもともとね、この、会派に派閥の、その、パーティー権の政治資金収支報告書が適切に規制されてないんじゃないのっていう報道が始まった時から、もう自民全体に疑念の目だから、安倍派の責任だけでもないと思うけどもね。でこれいつだっけ、これはね、あ、昨日の5時8分、昨日の夜の6時ぐらいの話ですね。で、この時は、安倍派1億円の、おとととと、1億円の超の、あれ、1億円超の裏金かと、この辺でね、書いてるわけですよね。で、知見が立憲しよう。で、自民が壊れるかどうかの問題って、っていうことも言ってるんだ。ああ、迷惑だ、こんなことをされたら信頼関係がなくなるっていうのは、これ見出しにもあったけど、これあれだ、安倍派に対して自民党の人が言ってることかと思ったら、記者に対して言ってんだね。記者が質問したら、自民党の人が迷惑でこんなことをされたら信頼関係がなくなると。記者と政治家の信頼関係がなくなると。だから、あれだよね。なんか、荻原健司さんみたいなね、感覚ですよね。小泉が、なんだっけ、ライブ配信で市役所のおかしなところをあぶり出したら、こんなことされたら、議会との信頼関係がなくなります、みたいなこと。言ってるわけで、何言ってんの、あんたたちがそもそも国民の信頼に背くことをやってるんじゃない、市民の信頼に背くことをやってるか追及してるんじゃないですかって、国民と信頼関係を失わせてるという自覚がないんだって、まさにそうですよね。ああ、なんか同じような話ってやっぱあるんですね。いやいやいや、まあこれでね、確実に岸田総理の政権への支持率とまたね、下がってきてしまうんだと思いますよ。下がってきてしまうけれども、だけど、この際ね、俺が岸田さんだったらって思うのは、これ、チャンスじゃんとか、俺だったら思うと、あと安倍派ってね、なんか、いじめられてたんじゃないの、岸田さんって違うの。ここで安倍派をはじめ他の派閥、まあ自分の派閥もやってたんだろうな、だけどね、の膿を出し切るっていうことを言って、で、自民党内に、あるいは政府内に調査する第三者機関とかね、置くとか、厳正な処分を行うとかさ、いや、まだ他にあるんじゃないかとか、調査しますとか言えば、多分ね、お、岸田君やる気出してるじゃんとか思われるじゃないかな。で、一番ダメなのは安倍派だっていうことにどうもなりそうだから、他の派閥もやってんだけどね、どうも一番でかくやってたのは安倍派だってことになるから、もう安倍派の力を削ぐチャンスなんじゃないの。で、それで大なた振るうところを見せつけて、岸田君頑張ってんなと、のができれば
政権浮揚にはつながってるかもしれないよね。だから関わった議員はきちんと処分する。で、関わった大臣も更迭する。みたいなことができればいいんじゃないと俺は思う。まあ、いずれにしろこのままなんとか逃げ切ろうと思ったって、もう支持率減ってくだけですよね。支持率どうせ減るんだったら、この際もう一か八かの賭けに出るっていうことはあってもいいと思いますよ。俺が自民党をぶっ壊すじゃないけれども、古い体質をね、改めるんだっていうことを言えば、逆に、支持率上向くかもしれないね。だけど、まあそれも本当にもろ刃の剣ですよね。お前何やってんだと。仲間守らないでどうするんだっつって、もうこの際こいつは変えようみたいな風になっちゃうかもしれないよね。でもどうせ、もうここまで支持率下がったらね、何もできないっていうか、全部やることをうざめってるじゃないですか。減税もどきにしたってね。いや、もう思い切ったことをやった方がいいと思いますよ。小泉さんだったらそういうこと考えると思いますね。さて、あとは何だったかな、今日は。ああ、これ、このネタやっとこう。ここネタですけど、これ、小泉さんのツイッターですね。これいいじゃん、長野ナンバーでもデザインやるよ、やろうよと。で、東京の業者に6000万円の公金を投じてきたデザインウィークの中よりも、有意義だよねということですけれども、まあここのねデザインつながりで言ってるわけなんですよ。これ説明しないと分かりにくかったね。これね、デザイン入りのってあるんだね今ね。これね、これいいデザインだと思うんですよ、この安住のナンバー。これあ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 れ、違う、これこれよ、これ。こういうナンバーつけてみたくないですか？俺つけてみたいっす。これどうなの？余分に金払わなきゃいけないのかな？それでもいいよね。どこにあるのほら。よいしょ。ここにあるのは道宗神でしょ？で、このアルプスがあって。これなんだ？ツツジとか、このパラグライダーとか、なんだかよくわかんないけど。まあまあ、だけどこのアルプスの山並みとか、道祖神とか、なんか安曇野っぽいじゃないですか。で、安曇野っていうこのブランドをね、浸透させるにもバッチリだよね、これね。車にポスター貼ってるようなもんですよ、安曇野の。あ、これをね、ぜひぜひやっていただきたい。あれ？なんかだけど。視認性低くな図柄ナンバーやめてほしい。文字に柄をかぶらせるな。そうかな。視認性そんなに低くなってないと思うけどもな。あ、そう、なんか、あれだね。結構、ツイッターでは、かっこ悪い。そう？あ、まだ無地の方がいい。いや、散々だね。あ、そうなの？今気がついたけど、そうなんだ。俺はいいと思うけどな。俺はいいと思うよ。だってさ、これ誰がデザインしたか知らないけども、可愛くていいデザインだと思いますよ。だってあれですよ、長野市の都市ブランドのロゴってこの間見せたじゃないですか。これね。よ。これ。これはさ、まあ、こういうナンバーだったら、ナンバープレートだったら困るけど、だって、あれ、どれだっけ？これだよ、これ。これいいじゃんね。だってほら、何、パステルカラー使ってて、視認性だって悪くないと思うよ。だいたいその視認性が悪かったら、
陸軍事務所がこんな図案よしとしないと思うけどね。あれダメなのかな、人気ないね。あ、できたできた、はい。で、これも知らない新聞デジタルの、うん、これはツイッターですね。ゴンドアケード沿いの土地が更地になってしまっていると。で、パチンコ店などの跡地で1500平方メートル都内の不動産事業者が取得したということですね。長野市の繁華街で新たな再開発の動きがあるのか注目されていますということです。こんな状況ね。あの新聞拾い読みでご紹介したんですけども、それによれば、なんか何をここに建てようとしているのかまだお話できないとか言えないみたいなことをその業者さんおっしゃってるみたいですよね。で、権堂の商店街の理事長さんも何ができるのかよくわかんないとか、なんかね、だけど議員の中にはここにホテルが建つみたいなことを言ってる人もいますよ。ホテルね、どうなのって思いますけどね。ちょっとホテルの立地ではないなとは思いますよね。かといって何なのって言われると困るけども。まあ何かね、でかい店が建つってことはねえだろうと思うけどな。なマンションじゃないのかなとは思いますけどね。マンションで1階にテナントが入ってく式のやつじゃないのかな。で、これは実は小泉さんも、ここがなんか、さらしになろうとしているっていうのは、気がついてまして、これね、小泉さんが撮ってきた動画ですよ。これ解体してるところをね、撮ったんですけど、これすごいよね。これ足場組んだとはいえ、ここで解体作業やっていて、この3人の人たち怖くないのかしら。いやー、だってこれがさ、ブンとか言ってこっちの方に来ることはないと思ってんだろうね。このアームとかこの鉄骨が、まあそういう意味ではすごい信頼関係の上で作業がなされているんだろうけども、まあ、何もこの解体作業やってる時こんなところに登らなくてもいいと思うんだけどな。俺下にいればいいじゃんね。話題の提供でございました。よ。ということで、今日の小泉さんが用意した話題っていうのはこのぐらいでございます。はい。あ、ケンモトさんこんばんは。正幸さんもこんばんは。というわけで、今日の話題はこんなとこでございますが、まあそれにしてもね、なんていうかな、なんかね、長野市議会も品質っていうとあれだけども、資質がね、落ちてきちゃってんじゃねえのかなと思いますよね。どうすりゃいいんですかね。まあ本当にね、尊敬できる議員っていうのは少なくなりましたよ。小泉の視点から見てってことですけどもね。やっぱね、布目議員が抜けた穴っていうのはでかいと思いますね。俺は必ずしも布目議員は全部肯定してるわけじゃなくて、まあ、小泉に対する政治倫理審査会では全くいい加減な審査やってたから、布目議員もこんな程度の議員なんだなって思ったぐらいだけれども、まあ、それにしても、まともな方でしたよ。で、今、まともな議員で、それなりに年季が入ってっていうと、どうなの？親友会にいるんかや。まあ、西澤俊一さんとか、小泉栄章さんとか。小泉栄章さんは俺も割と評価してたんだけど、
なんか監査委員のくせに小泉の政治倫理審査請求書出したりして小泉が監査請求してるときにね、監査請求してる利害関係人に対して一方ではそんな政治倫理審査請求したりして、この人もやっぱり分かってない人だったのかなと思ってちょっとがっかりしました。そんなこともありましたよ。まあだけどさ、がっかりしない人間っていうのはいないよね。まあ小泉さんだってがっかりだよと思われてるわけですよ。そりゃそうだよね。完全な人間っていうのはいないからね。それにしてもがっかりする頻度が高いとか低いとか合うじゃないですか。で、言っちゃなんだけど、まあ、4つね、常任委員会っていうのがあるんですよ、議会はね。総務と経済文教と福祉環境と建設企業とあるわけですよ。このうち1つはもう、はあ、ありえねえよな、委員長と副議長の組み合わせが、みたいな。委員会があって、2人とも親友会の議員なんだけども、2人とも、統一教会で関係持ってた人たちですよね。で、過去に委員長職を辞めちゃった人とか、あるいは、その統一教会の話があったからね、その時副委員長になることが決まってたんだけども、それは内定を辞退したみたいな人が、平然と委員長職にいたりするんですよね。委員長職と副長、副首相、副首相じゃ副委員長職で。だからさ、それ、わかるわかるよ、会派としてはさ。いや、こいつらもう、なんつうの、奇数こうだから、これ、やらせてあげたいっていうのはわかるんだけど、でもさ、その、組み合わせ考えてくださいよ。片っぽ、あれだったら、もう片っぽは、いいのつけましたよ、みたいな。いい兄さんつけました、いい姉さんつけましたよ、みたいな。そういう人事の妙っていうのを、発揮してほしいよね。2人ともそれは粒揃えたら、それはまあ難しいのかもしれないけども、まあ2人とも粒揃ってねえじゃねとかいうのはなしにしてもらってね。いや、どの委員会のどの委員長、副委員長とか言ってませんよ、私。言ってませんからね。青木さん言ってませんからね、私ね。ということで、今日の恋ちゃんでございました。